今回はエレベーターについて紹介したいと思います。エレベーターの現物は全商基地の自動販売機で売られています。販売価格は250スクラップ。リサーチして作成することが可能なアイテムです。同じ自販機で呼び出しボタンも売ってますので、一緒に購入することをお勧めします。エレベーターは複数台必要になりますので、必ずレシピを覚えましょう。リサーチコストは125です。ボタンも一緒に20スクラップで覚えられます。製作ですが、エレベーターを作るにはレベル2以上の作業台が必要です。材料は上質の金属が5つ、金属の破片が300、歯車3つが必要です。これを設置したいフロアの数だけ作成します。呼び出しボタンも設置したい数だけ作成しましょう。こちらは上質の金属5つで1個作成できます。では、こちらの建物に実際に設置していきますね。吹き抜け部分にエレベーターを置きます。上の階もこれと同じ向きになります。天井には大きなモーターがついてますね。こちらは操作のためのスイッチです。1階は完了したので2階に行きましょう。1階のエレベーターの上に2階用のエレベーターを置きます。次は3階ですね。はい、ここも完了。4階、最上階です。全部置き終わったら最上階のモーターを電源につなぎます。電力は2以上あれば動くみたいです。電線はエレベーターには這わせられないので、壁など建築物に這わせていきます。これでエレベーター本体は完成です。早速動かしてみましょう。結構早いですよね。あっという間に1階まで降りられます。操作方法ですけど、普通にボタンを操作すると1フロアずつ動きます。一気に動かしたい場合は、E キー長押しで出たメニューを選ぶと、1階または最上階まで直行できます。これでエレベーター自体は動くようになったので、次に呼び出しボタンをつけていきましょう。ドアフレームや壁などにボタンを取り付けます。エレベーターのコールエレベーターというコネクタと、ボタンのアウトプットをつなげば完成です。これを呼び出したい全部のフロアに取り付けていきます。エレベーター正式導入後、呼び出しボタンは自己発電するようになりました。なので、呼び出しボタンへの電源供給は必要ありません。テスト段階ではボタンの数が多いと配線が大変だったんですけど、この変更で設置がだいぶ楽になりました。なお、コールエレベーターのコネクタは箱の両側にありますので、同じフロアの両側から呼べるようにもできます。じゃあ、テストしていきましょう。問題なく呼べますね。注意事項ですが、エレベーターの下敷きになると人も馬も死んでしまいます。気をつけましょう。ハンマーを持っているときは回収に注意です。万一回収してしまった場合、ここより上のエレベーターが全て崩壊します。やらかしたら呆然となりそうですよね。
エレベーターが積み重ねられるのは最大6台までです。1階、2階、3階、4階、5階、6階、この上に7階を積み重ねようとしてもご覧の通りエレベーターを置くことができません。そのため7階以上の建物にエレベーターを設置する場合は途中で乗り換えが必要です。ちょっと面倒ではありますが、事故で崩壊する可能性を考えるとこの方が安全でいいのかもしれません。こうすることで実質高さ制限なしで利用できますね。馬をエレベーターに乗せるとき、馬が箱からはみ出ていてもダメージは受けません。ただし、壁にはまって回収できなくならないようにだけ気をつけてください。人は建築物に引っかかりますので、はみ出していると圧死する可能性があります。車はエレベーターが来ている状態でも通り抜けが可能です。ご覧のように、車が乗っているときはエレベーターを呼んでも動きません。万一車がエレベーターにはまってしまった場合は、プッシュで押し出してください。建築物としてのエレベーターの強度を見ていきたいと思います。エレベーター自体の強度は600です。石壁よりちょっと強いくらいでしょうか。C4 で爆破してみます。1つ目が爆発した時点で呼び出しボタンが消し飛びます。エレベーター本体はまだ半分ちょっと残っているようです。2発目いきますね。数値的にはまだ耐えられるはずですけど、どうなるでしょうか。お、なんか落ちてきた。エレベーターが3階に上がってしまいました。箱の強度はわずかに残っています。2階はどうでしょうね。2階にも178のダメージが入ってます。3階のエレベーターは無傷でした。でも動きませんね。修理してみましょう。壊れたエレベーターは修理が可能でした。修理では上質の金属1、金属の破片13、歯車1を消費します。この程度の損傷であれば、1階と2階を修理して、1階の呼び出しボタンを付け直せば復旧できそうですね。そういえば、さっきモーターの配線が飛んでましたね。ん？あ、最上階のエレベーターがなくなってます。下の階が完全破壊されなくても上から減るんですね。モーターの配線をつなぎ直して復旧しましょう。はい、これで動くはずです。1階のボタンも忘れずに付け直してください。じゃあ C4 を3つ爆破させてみたらどうなるか試してみます。おお、全壊しましたね。1階が完全に壊れてしまうと抜き取った時と同じように崩れてしまうようです。
以上、今回はエレベーターについて紹介させていただきました。便利な装置なので、ぜひ使ってみてください。このチャンネルではこれからも役に立つ情報を紹介していく予定です。よかったらチャンネル登録や高評価、コメントなどなどいただけると嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。